吉久屋洋菓子保は日本の製菓業者、洋菓子店、神奈川県横浜市に所在する。大正時代に創業した老舗であり、山手の外国人住流地のヨーロッパ人によって持ち込まれた製法を参考に様々な国の洋菓子を製作している。特にラムボールは人気商品として日本全国に幅広い愛好家を持つ。創業者の石橋豊吉は元は ヨーロッパ航路の過客船で、パン職人及び料理人として勤めた後に、1923年の関東大震災後の混乱で船を降り、翌1924年、神奈川県横浜市中区元町にこの店を開業した。当初は石橋が持ち帰ったヨーロッパ各国の田舎の伝統的な菓子の製法をもとに、喫茶室を併設した洋菓子店、パン店として営業していた。 ヨーロッパの菓子やパンを製造を販売する店は当時としては珍しかったため山手の外国人居留地だった元町周辺に住む日本国外の客も多く来店した。折しも元町通りは外国人居住地と山下町外国人召喚とを結ぶ通勤路として多くの人々で賑わう時代であった。また当時の横浜は国際貿易港として 日本国外からの船が多く集まっており、石橋がヨーロッパ航路の料理人だった縁もあって、当時頻繁に模様されていた、領事館などのパーティーの歌詞の制作も担当していた。やがて外国人居留地のスイス人の女性がケーキの製法を持ち込み、制作を依頼した。石橋は日本国外の思考に精通していたことから、そのケーキを再現してみせた。 完成したそのケーキに女性は大変満足し、そのことが山手で評判になった。それをきっかけに各国の菓子の製法が次々に持ち込まれて、それを参考に様々な洋菓子が作り出された。こうして元町にヨーロッパのケーキを作る店があるとして評判を呼ぶようになった。戦後はヨーロッパのドイツ、スイス、 スウェーデンなど各国で修行した菓子職人たちを中心として生菓子先生の時代となった。この時期に後の代表品となるラムボールが完成した。昭和40年代頃には店舗の1階が喫茶室であった。この喫茶室は昭和期にはヨーロッパ町でセンスの良い場所として著名人たちからも人気を博しており、作家の川端康成も常連であった。 小説家の中島厚もこの店に通っており、国際化してゆく、当時の横浜を表現した短歌として、ボンジュール、ギミー・シュガー・イッヒデン・アナカ・シマシュや吉久ヒ家の2階、のほか、吉久ヒやとなを書いて13種の歌を詠んだ。1990年代末頃には1回2回ともに、喫茶室となり、2階は、かつてのデパートの食堂のようで居心地が良いとの声も、あったが、後に閉鎖され、 1>, 1階のみが喫茶室となって、現在に至る。吉久屋洋菓子法のラムボール店の代表品である、ラムボールは、創業者の石橋豊吉が完成させたものである。完成直後から、山手の外国人居留地で評判を呼び、後に、元町土産の定番商品となった。吉久家によれば、日本のラムボールは、同店が発祥だという。 当初は大きな点板型のバットで焼いた生地にチョコレートをかけて四角形に裁断して販売していたが昭和10年代に休憩になり丸い形が愛らしくて食べやすいとさらに人気が広まったその形状と濃厚な味わいが日本国外の客にも好評で1、2ダースとまとめて購入する客もいる創業当初から形は変化したものの 基本的な製法は変化しておらず、完成以来から同じ味を保ち続けている。親子代々の根強い愛好家も多い。多い時は、1日で約1000個も売れるという。ラム酒を多く含むために子供には勧められない、大人でも食べて酔ってしまったとの声も、ある一方で、酒が苦手な客でも楽しめる、酒に弱いにもかかわらず、これを好む客もいるとの声もある。 会出版社のガイドブック、横浜本では、横浜の人気土産として、有明のハーバー、崎陽軒のシューマイを抑えて1位にランキングされている。ヨーロッパの田舎風の菓子である、ジャムターツ、アーモンドビスケット、ミートパイも、創業当初から続く吉久家の人気商品である。それらを目当てに何十年も通い続ける、長年の常連も多い。平成。 令和期以降の菓子業界では珍しくなったバタークリームケーキもあり、このケーキを好んで3世代にわたって来店する客もいる。レモンパイも素朴な味わいの菓子として昭和初期より定番商品として客たちに愛されている。この他にもすべてオリジナルの約90種類の菓子が販売されている。これらの菓子は喫茶室でイートインで楽む他にアイスクリーム、シェイクや パフェなどの喫茶メニュー、パイや、サンドイッチなどの軽食も用意されている。子供の日、クリスマス、復活祭など、年中行事を意識したケーキも多い。吉久家の紙袋にさりげなく印刷された言葉、オンリーマザーズキャンメイクベターケークスザンキクヤエスは、吉久家より美味しいケーキを作れるのは、お母さんだけの意味であり、二代目社長の石橋久吉が自ら、 考案したものである。誰でも母親の作る料理は一番であり、一生食べても飽きないが、母親でも毎日作れば味が違うこともある。それを常に同じ味にするのがプロとの思いであり、大量生産の時代の流れにあって、あえて手作りを貫いてきた精神が込められている。外見の華やかさよりもむしろ、飾らない、素直な味を持とうとしており、そうした飾り気のない。 素直な味の歌詞や子供の頃に胸をときめかせた当時そのままの形の歌詞が特徴と評されている。横浜で生まれ育った人の定番の土産菓子としての人気も高い。ありがとうございます。